ちがね、ちょっと臆されだっていうこともあって、ちょっとさ、まあそう、ちょっと聞いて。まあ結構ちっちゃい頃にお姉ちゃんが友達からの影響で BL にハマって、携帯で見れる同人の小説みたいなのがあるみたいなんだけど、それをまあなんかお姉ちゃんが結構漁るようになったのね。でなんか気になったから、お姉ちゃんがずっと見てるから、もう携帯を覗き見たというか、お姉ちゃんがいない間に勝手にお姉ちゃんの携帯のブックマークから見たのよそしたらさ、ブリーチ系だったのね。ブリーチ系のBL 同人がまあ並んでて、でその中の一つがあばらいレンジかける室内は東城だったんだけどスイちゃん、室内は東城がすごい好きだったの、本当に。でしかも R18 だったの。その中で私の大好きな室内は東城があばらいレンジにあやかされてるわけじゃん、マジ最悪で、ね、でも待って、すいません、あばらいレンジかける室内は東城が好きな女性の方々、本当に申し訳ございません。あなた方のその感性を私、否定はいたしませんけれども、私のね、その小さな頃の初めて見た BL としては、ちょっと刺激が強すぎたというか、ちょっと、うわーってなっちゃって、これが解釈違いかとね、今なら言える、これが解釈違いよ。理不尽にお姉ちゃんに、めっちゃ文句言ったもん、なんだ本当にこれもう、ふざけんなよ、あれまち株が上がったのか下がったのか。なんでなんでなんで、でも姉町が腐ってるっていうこと、私結構前から配信で言ってたよ。なんかスイちゃんすっごいなんかお化けとか怖がるタイプなんだけど、でも怖いもの見たさで本コアとか見ちゃうタイプなんよ。で見てなんか怖くなっちゃって、家なりとかも結構あったから怖くて、お姉ちゃんのBL エロ同人を引っこ抜いて、開いて、そこら辺に置いておいて、それで除霊みたいなことしてたのは多分話しましたよね、私。なんか、霊が、そのいかがわしいものが、苦手らしいんですよ。っていうことを聞いたの。じゃあ、いかがわしいものを並べ立てて、除霊しようと思って。けど、いや、違う。BL 自体がいかがわしいわけではなくて、BL のいかがわしい部類のものを引っこ抜いて開いて置いてたのよ。スイちゃんはなるべく中身を見ないようにした。またちょっとトラウマになったら怖いから。長いね、ちょっとね、やっぱり、未だにその、あばらいレンジかける室谷東四郎の傷が深くて、ちょっとね、そういういかがわしいものはちょっとね、まだ苦手なんですよね。でも BL 除霊強そうじゃん。じゃこれでさ、最近マジで肩が重いんだよなって思ってる人、もしこれで BL 除霊が効くんだったら、ちょっと語り継いでいこう語り継いでいこう。